すべての元気はお前か。なんでお前ラスボスみたいな立ち位置な。主人公にデバフかけてんのこいつか。お前先般かよ。はいはい、おだてはいいから、まずは話を聞いてからな。一番いいのは、この勝負自体がなくなることなんだけど、そんなのは無理だしな。まあ、ここまで引き分けが続いてるとね、なかなか難しいところではある。ん？決選投票になる前に、どちらかの案で合意すれば、選挙はしなくていいはずだが。そうなの？それ本当？なんでお前が驚いてんの？なんで主人公の方が選挙に詳しいの？決選投票になってしまったら、必ずどちらかに投票しなきゃダメだが、その前に両生徒会が合意すればいいはずだ。元頼義堂先生にもらった選挙のルールブックにはそう書いてあったぞ。過去にもそういう例がいくつかあったはず。ルールブックか。実はそういうのって、あんまり読まないんだよね。おいおいお前、無能じゃねえかよ、結果かい。無能の集まりかおい、セイラだけかセイラのワンパワーなのか生徒会の人間だったらルールブックとかさ、そういうところちゃんとしっかりしないと。お前ってマニュアル読まずにいきなりゲーム始めちゃうタイプだろ。ごもっともです。それで、行き詰まった時に説明書を読んで、ああ、こんな操作方法があったんだ。なんて。まあ、ゲームにおいてはね、それでも全然楽しいと思えるんだけど、生徒会の仕事でしょ？言っちゃえば。それはちゃんと見とかないと、事前に。えへへとごまかしながら、はにかんだ笑みを浮かべる駒形。全く、おおらかというか、出たとこ勝負というか、そのくせ嫌味もなく、こちらに爽やかな印象を与えるからな。俺とは全然タイプが違うだけに、逆に色々と手本にして学びたいところだ。わあ、いいね、そういう。一見無能そうなんだよね、ゆずきって。でもそういうところからでも、ちょっと学べる部分があるかもしれないっていう主人公の低姿勢なところね。俺大好きよ。でもすごいよ。相談してすぐにこんな解決方法が出てくるなんて、やっぱり私の目に狂いはなかったんだね。えっへんとふんぞり返る前に、マニュアルくらい読んどけよ。これは一本取られました。駒形の望む形は分かったが、問題はあの天神平と五明がそこを譲ってくれるかどうかだな。やっぱり難しいかな。私にできることなら何でも協力するんだけど。え、何でも？違う。お前そういうとこバカなのやめろほんと。あ、いくら君でもエッチなことはダメだからね。おい、なんでそんなピンク色の話に持ってこうとすんだよ。桜がピンクだからか？背景に釣られちゃうのかお前らは。今真面目なトーンで喋ってちゃう。そういうのが、まだ早いんだから。あー、かわいい、もうこういうところ。まあ、イメージ通りというかさ、割とお堅いっていう感じじゃんゆずき。マニュアル読まない人間だから、まあそこら辺出たとこ勝負っていう風に思いがちだけど、こういう恋愛面に関しては結構奥手というかね、段階を踏んでいきたいっていう、まだ、とな。あ、いや、そういう意味じゃなくて、もう、そういうとこの上げ足は取らないでスルーしてよ。あはは、悪かった。冗談だって、そうか？それ冗談かお前。目血走ってたぞ。目見えてねえけど。もう、意地悪。いやー、かわいい。その意地悪の言い方はこっちが一本取られた感じだわ。ふう、やばい。背中に変な汗が流れちまったぜ。いや、だってさ、まさかエッチな話と解釈されるとは思ってもいなくてですね。余裕ぶっていますがね。実はかなり心臓バクバクだったわけです。とりあえず考えてみる。人手が足りない場合は何か頼むかもな。うん。いつでも遠慮なく声をかけてね。その時が来たらそうさせてもらうから。ありがとね。やっぱり君に相談してよかった。いやー、もうゆずきが表情コロコロ変わって可愛いよね。ゆずきファン最高の回だよね。ここ最近。言っておくけど、まだ何も始まってないからな。いいんだよ、それでも。君がやる気になってくれたんだからさ。なんかすっげえプレッシャーが。それじゃあ私バイトに行くから。またね。忙しいな、ゆずき。ふんふんと鼻歌を歌いながら、軽やかな足取りでお店へと消えていった。さて、どうしたものか。自宅方向へと歩きながら、いろいろと思案する俺だった。駒形に言われた相談については、とりあえずもう一度ルールブックを熟読し直した。やはりルールでは、両生徒会の合意があれば、投票自体がなくなる、ということでいいらしい。問題はどうやって合意させるか、だが、まあそこはおいおい考えるとして、これからどうするかな。明日の予習も終えたし、家事も片付いた。ついでに言うなら、女の子になれるために、エロいサイトなども巡回した。本当にそれが理由かただのエロ煩悩が働いてるだけじゃねえか。女の子になれるためにとか、そんな甘い工場いらねえんだよ。これで、ビッチさんのお色気攻撃みたいなのにも、多少は慣れたはずだ。いや、やっぱね、リアルとネットは違うから、実際に体験してみると、って、きょどっちゃうからね。女の人の裸って、いろいろすごかったぜ。ふう。さて、やることもなくなったし、久々にあれでもやるか。パソコンを立ち上げ、慣れた手つきでアイコンをクリックする。画面いっぱいに広がるファンタジー世界。モンハンちゃうまさしくモンハン、そんなにモンハンなことあるもうちょっといろいろさ、やんない完全リオネスちゃう、こいつ。体力ゲージとかさ、時間の表示とか、全部モンハンじゃん。それが、今俺が楽しんでるゲーム。モンスターバスターフロントライン。通称、モンバスタ。モンスターバスタ。キャラクターを操作してモンスターを退治し、報酬をもとに武器を強化していくというアクション RPG で、1年ほど前から遊んでいる。モンハンはね、100時間超えてからが本番みたいなところあるからね。結構長く使えるよね、モンハン。何がすごいって、このゲームは音声でチャットをするのだが、その音声がキャラクターの声に自動で変換されるところだ。すげえ、その機能は。本家のモンハンにもないね、その機能。それが売りになって、爆発的な人気を誇るゲームになった。ベルトさん、お久しぶりっす。引っ越し、やっと終わったんすか。あんさガシャガシャした声なのいきなり話しかけてきたこいつは、アレス。最近よくコンビを組んで冒険している。相棒みたいな存在だ。ちなみに、ベルトとは、俺のプレイヤー名、縦脇の帯から取って、ベルトと名付けた。名字から取ってく感じ普通名前から、下の名前からじゃないの？なんとか片付いたから、これから前みたいにログインできると思うぞ。やったー！俺、ベルトさんが復帰するの、今か今かと心待ちにしてたんすよ。相当仲いいね、アレスと。なんでそんな仲いいのネットの友達となんでそんな仲良くできるの嬉しいこと言ってくれるじゃないか。そう言われると、ログインした甲斐があったってもんだ。で、早速で悪いんすけど、回復薬、余ってます？お前、それが目当てだったんじゃないか？見た目は結構強そうなおっさんキャラだが、中身はかなりダメダメなやつなのだ。よく回復薬や罠なんかを忘れて、俺に頼ってくる。それでも不思議と、こいつと遊ぶのは嫌いじゃない。馬が合うとは、こういうことなのかもしれないな。そういえば、あのスマホ、かなり操作が特殊じゃないか。最初は戸惑うかもしれないけど、慣れればあれが一番使いやすいんすって。おめえの紹介かよ。友達っていうから地元の友達かと思ったら、まさかのネットも友達かい。たまたま知り合いが同じ機種を使ってたからいいようなものの、そうじゃなければどうなっていたことか。へえ。その人随分とマニアックっすね。あれをわざわざ選ぶ人はいたんだな。わざわざ選ぶものをお前がおすすめするななんでそうしたら、嫌いなの？もしかして主人公のことベルトのこと嫌いなの？マニアック呼ばわりするものを人に勧めんなよ。まあおかげでクラガノさんと話ができたという役得もあったけどな。そういえばどうですか、彼女できました？早いな、まだ転入2日目だな。いちいち聞くなよ、泣けてくる。おかしいな。俺おすすめのナンパ本を読破したんすよね。だったらすでに 2,3 人はできてでもおかしくないんすけどねすべての元気はお前かなんでお前ラスボスみたいな立ち位置だ主人公にデバフかけてんのこいつか。お前先般かよ。そういうお前はいるのかよ。実はモテモテなリア充だったとか言い出したら、今から敬語になっちゃうぜ。いやいや、モテモテなリア充はモンハンなんてやらんから大丈夫だっていちいち聞かないでくださいよ。泣けてくるじゃないですか。それっておすすめのナンパ本が役に立ってないってことじゃなあ。前々から気になっていたんだが、俺様キャラって本当に流行ってんのか。さあどうなんすかね。本にそう書いてあったなら多分そうなんじゃないですかこいつお前マジで適当だな。おい、なんで俺はこんなおっさんに相談してしまったんだろうと思いつつ、ネットゲームをログアウトした。あまりの彼女欲しさに当時は藁にもすがる気持ちだったとはいえ、今後は俺様キャラを少し考え直した方がいいかもしれない。いい傾向だねそれはもうさ、アレスと友達になんのやめなデバフしかかけてこんよやつは。そんなことを考えつつ、明日に備えてベッドへ潜り込んだ。おやすみー。あるある。一人暮らしあるある。ちょっと誰も返してくんないけど、おやすみーって言っちゃうやつね。俺はね、寝る前にね、今日もいい一日だったって思って寝るようにしてる。魚かわいい。かわいいね、天道会の制服、やっぱ。おはよう。挨拶しながら、教室の扉を開ける。えらい。俺なら無言で入っちゃう、教室なんて。フォローよろしく。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。よかったら、フォロー、コメント、いいね、マイリスト登録、よろしくお願いいたします。では、次の動画で。バイバーイ。